怒りでの激闘が続く中、暴君トータクが味方の東卓軍はすでに天下無双か。当然だな。我こそ天下無双なり。天下無双の剣豪は僕でいいよね。影勝の武、天下に示さん。綺麗にいけたね。あー、かわいそうな人でいっぱいだ。僕が綺麗に終わらせてあげなきゃ。凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手と言ってもよい二人だったが、いかんせん比嘉の兵力に差がありすぎる。
宗剣の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ尊賢様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宋主公防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。率いる大軍が迫っている。この城は宋主公が必ずや死守せん。尊賢様の援軍が来るまで守る。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。一人で突っ込むバカな。あいつのことを思い出してしまう。大悪夢。どこなんだ。日の本の城のような気もするけど。戦は知略でするもの。思い知るがよい。一緒にな。いいよ。さらば。
奴らから守ってるのさ。ノクラ、手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。始末は、受けた恩は必ず返す。レンレ、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。負けた。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。前に放っておいたら城が危ない。見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。キスの女の目を見られたのが初めてだ。頼もしきことも、毎日に負けてはおれん。戦上手なんですね。その采配、俺憧れます。身に余る言葉だ。豊久殿こそ鬼のごとき武勇。阻むとはいい度胸。おう、俺の前に立つとはいい度胸。これぐらいにしといてやろう。
れよ。敵さん、案外しぶとい。でも、それで終わりかな。ね、ジキエさん。さゆえ、砲術の準備ができましたぞ。いざいざ、追い打ちをかけん。一瞬、敵を切りません。わかるね。放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、もう塞がりだ。これが王術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。この日差に押し寄せてはならない。誰か援を取る。あの若武者、一人で敵陣に。もっと頑張らねえと。必ず城を死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。今私に続け。兄弟のお相手をしていただけますかな。かわいそうだ。きれいに眠って。直政、生産。嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と座を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。敵を切り負けた。待てて。それはこちらとて同じこと。孫悟の闘争の力、まことに心強い。さあ相手にないぞ。よし、これで砲撃は止まったと。シュータ、よくぞ城を守り抜いてくれた。
俺の働きなど皆のお金です。よくやった。マイク、さあ、さあ、ヒロする。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。
全然犬っぽくないな。な、小僧、そこに直れ。若輩の身で私を犬呼ばわりとは断じて許すまじ。なあ、待ってくださいって。話を聞いてもらえると。俺こんな感じだからいつも子犬ってバカにされてたんです。だからてっきり仲間がいるのかと。私が諸葛一族で犬と呼ばれていると聞いたのか。はい、それが同じ犬って呼ばれててもこんなかっこいい大人がいて驚いてます。むしろキリッとして隙がない感じで。なるほどな。豊久殿に暴言の意図がなかったことは認めよう。だが何ですか。そう期待に満ちた目で見るな。一つ忠告しておく。犬は忠義あるものの意、それを忘れず今後も励め。はい、ありがとうございます。やっぱりかっこいい大人だな。とんだ子犬に懐かれたようだな。